はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ピリリと辛い、わさびです。前回は、エビルマウンテンに潜入しました。初手ざらき、怖し。では引き続き、エビルマウンテンを攻略していきたいと思います。ママン、待ってろよ。ということで、このフロアも無事突破ですな。お、なんだか雰囲気変わった。おお、ここから山肌って感じ。やっと、エビルマウンテンかん？これは敵さんにも湧くてか。アイス、レベルアップ。1、3、7。新しいフロアにも到着したので、だいぶ大魔王様にも近づいてきた感じかな。レホマン、レベルアップ。1、3。だんだんレベルも上がってきましたね。さすが最終ダンジョンということもあって、経験値もうまうまですな。こんなところに置いてある宝箱は、さぞかし中身もいい感じ。の前に。さっきから、辛い。スラリンレベルアップ。2、1、4、1。スラリンもだいぶいい感じのレベルになってきましたな。中身はオーガシールドみたいですね。これは、いい宝箱。てかスラリンも、ここに来てスタメンになるなんて思ってなかったですよね。わさびも、考えてなかった。フレアドラゴンが現れた。見た感じ問題やけつく息はらねえ。今スラリンが麻痺ったような。なるほど、見た目で判断しちゃダメってやつですな。辛い。激しい炎も吐くし、焼けつく息も吐くし、これはなかなか厄介なモンスターや。フレアドラゴンたちをやっつけた。ピエール、レベルアップ。3、4、2、ビアンカ、レベルアップ。1、1、6、5。さすがにここまで来ると、どんなモンスターでも油断ならないですな。スラリンの麻痺は、しっかりキアリクで回復させておきましょうかね。スラリンが動けないの、死活問題。お、ルートが2つに分かれてますね。ちょっとこちらを覗いてみましょうか。なんだか正解ルートな匂いがプンプンするので、その前に上側を探索していきましょう。上にも階段があって、これはどこに繋がっているのかな？ジェリーマンが現れた。ジェリーマンって戦ったことがあるようなないような。とりあえず油断せずに戦っていきましょうかね。なるほど、モシャス系のモンスターですか。これはこれで、厄介。我らがスラリンは、ルカナンはラメー。敵になるとやべー。おしおし、いいよいいよ。このまま早めに倒したいところ。念のためスクルトをかけておきましょうかね。一体なんなん。スラリンの人気に、嫉妬。一応、こちらには勇者様もいるんやで。その父親もいるんやで。嫉妬。ジェリーマンたちをやっつけた。いやー、スラリン強かったですな。嫉妬。お、ここに来て正解だったみたいですな。中身は、小さなメダルー。ここでも大切なものなのかな。しっ。エビルマウンテンは敵の総本山だけあって、わさびの悪い心が出てきちゃうみたいですね。ということで、これでこのフロアも探索できたので、正解ルートに進んでいきましょい。ここから先は、これまた雰囲気が違う感じなのかな。あの釜持った銅像。動きそうで。怖い。スカルドンが現れた。今までスカルゴンだと思ってたのは、秘密です。なんだかこれまた強そうなのが出てきましたね。やばい。お、マヒャドですか。今のところ問題なしですな。てかさっきから、スラリンだけダメージ量おかしくない。痛い。このままだとやばいので、スラリンにしっかり回復してもらいましょい。おしおし、一体倒せましたな。これなら問題なさそう。今2回連続で全体攻撃してたら、完全に積んでた。怖い。いいよいいよ、賢者の石いいよ。ママン最高だよ。てか、賢者の石をもしもらえてなかったら、完全にヤバいバランスですよね。あってよかった、賢者の石。このターンで倒せるか。お、よくやった、スカルドンたちをやっつけた。経験値も、かなりうまうまですな。これでこのフロアも終わりと。もしかして、あの緑色の髪の毛は。なんだお前たちは。今の朝様は我らが魔王ミルドラース様のために祈りを捧げているのだ。邪魔する奴はこうしてくれるわ。ダーク
くシャーマンが現れた。なんか前に戦った記憶がありますが、ちょちょいと倒していきましょうかね。念のため、スラリンにはいつも通りスクルトから入ってもらいましょい。お、もしかして意外とタフな感じ。護衛なので強くなってるのかな。ルカナンは全く受け付けない仕様みたいですね。辛い。ただ残り一体、これは勝った予感。ダークシャーマンたちをやっつけた。経験値もいい感じ。ああ、わさび、わさびですね。母はどんなにか、あなたに会いたかったことでしょう。私がさらわれたあの日以来あなたのことを考えぬ日はありませんでした。わさび、なんとたくましく成長したことでしょう。今こうしてあなたに会っていることがまるで夢のようです。もうこの母は何も思い残すことはありません。さあ下がりなさい。わさび、大魔王ミルドラースの魔力はあまりに強力です。せめて、この私がこの命に変えても、その魔力を封じてみせます。それあかんやつ。全知全能の神よ、我が願いを聞きたまえ。我は偉大なる神の子にして、エルヘブンの民なり。神よ、この命に変えて、邪悪なる魔界の王、ミルドラースの。なんやなんや。やばい雰囲気。天候まで悪くなる始末。ついに来るのか、ミルドラース。ミルド、ラースの、魔力、を。はあはあ、こんなはずは。それほどまでにミルドラースの魔力が、はあはあ、か神よ、私の可愛いわさびのため、今ひとたび私に力を。どこからともなく不思議な声が聞こえてきた。マーサもうよい。お前は十分によくやった。もしやこの声は。あなた。どうやら私たちの子は、私たちを超えたようだ。子供たちの未来は子供たちに託そうではないか。さあマーサ、こっちへおいで。はい、あなた。せっかく出会うことができたのに、まさかのここでお別れなん。辛い。これが、歴代のドラクエの中でも、一番不遇な主人公と言われているゆえんですよね。わさびよ、私たちはいつでもお前たちを見守っている。ありがとうパパン。あ、行っちゃった。頑張るのだぞ、わさび。わさび、頑張るよ。ということで、せっかく出会うことができたのですが、助けることができませんでしたね。今までの苦労は何だったのか。と言っても始まらないので、ミルドラースを倒すべく、くじけずに先に進んでいきましょうかね。このフロアは、動く床がある場所みたいですね。あの真ん中に置いてあるアイテムをゲットすればいいのかな。かなり複雑な感じがしますが、しっかり見極めていきましょうか。落ち着けば、いけるはず。とりあえず宝箱はゲットできそうですな。ここにも小さなメダル。魔界からでも問題なく郵送できる、アマゾンもびっくりの配送システム。これはどこに進めばいいのかな?とりあえず、上の階段に行くルートを探しましょうかね。もしかしてそのまま進めばいけるんじゃないの?ほうほう、なるほど。わからん。この階段を降りると、もしかして、宝箱には届かないみたいですね。あともう少しな感じなんですが、ここは間違いルートなのかな。一旦戻って、別のところに進みましょうか。誰や?やばい。うっとーん、レベルアップ。2、1、8、5、ギガデインを覚えた。これぞ勇者って感じの、魔法ですな。今度は誰や?これもしかして、ガメゴンロードが現れた。ちょっとやばいカホリしかしないので、全力で戦っていきましょうかね。ちょっと、何天候を操ってるんですか?痛い。ベホマからの稲妻とか、さては命令させろだな。やばい。ちょっとどうしましょうか?運ゲーですが、回復が間に合うことを望みましょう。おねげーだ、頼んます。稲妻はダメー。スラリンがやべー。ベホマやめろー。何この、勇者、賢者のパーティー。強すぎはロタ。魔界にも勇者がいたなんて、
知らなかった。稲妻はラメー。スラリンがやべー。二発目はもっとラメー。あ、察し。わさび団長 A 団をお願いします。逃げる。逃げられないの。知ってた。もう一丁からの、知ってた。やばい。あ、終わったやつ。おうおう、ここに来てスタメン全滅ですかな。辛い。お願いしますだ。どうか逃してください。何でもしますから。なんやねん、この技のデパートたちは。今回はこれくらいにしてやんよ。ということで、今回の動画は、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録&高評価をよろしくお願いいたします。また、動画の感想やドラクエ5の思い出など、気軽にコメント残していっていただけると、わさびが喜びます。では、またねー。